あ、おい、もう消えた、消えちゃった、また消えちゃった、回線落ちていなくなっちゃった。はい、どうも、うなぎです。本日は、絵を描いていこうかなと思いまして、で、今10月になったんですけど、10月といえば何かわかりますか？はい。わかってないか。わかってない、わかってない。わかる？あ、わかる？おー。ひろさんだけではわかってないの。落ち込んでる。ひろさん。ひろさん落ち込んでる。ひろさん、ハロウィンだよ、ハロウィン。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 10月といえばハロウィン。知ってるよ、そんなこと。いいで。あ、分かってた？もしかして。いないいない。ばー。はい、ということで、まあ、10月末、10月30日に行われるイベント、ハロウィンに向けて、今日はカボチャの絵を描いていこうかなと思います。じゃあ、まずは見本じゃないけど、俺がカボチャの絵を描いていこうかなと思います。まあ、絵を描くのは得意なので、まあ、ただ、スプラの絵って言うとね、ちょっとね、難しいよね。スプラの、なんだろ、ステージに描く絵ってのは難しいんだけど、まあ、個人的に絵は得意なので、カボチャを描いていこうかなと思います。はい。まずは形を描きました。なんかギザギザだな。なんかギザギザ。で、ここから、口を描きます。で、目を描きます。はい。どう？スライムじゃん、これ。スライムじゃん。どう？二人とも。そんなにいい評価じゃなかったみたいだ。首をかしげてる。うでちゃん、なんか絵下手すぎて僕ショックなんですけど。なんかちょっと見損なったわ、下手っぴで。もっと上手く描ける方いますか？もっと、俺よりうまく描ける方、おりませんかね？いたら手を挙げてください。いた！描ける？ヒロさん。ヒロさん、カボチャの絵描ける？お、なんかすげえやる気満々だ。ちょっとこれ任せてみようか。はい、ということで、ヒロさんがカボチャの絵を描くみたいなので、見守ってみましょう。インクの色がね、オレンジで、ね、ちょうどいい。かぼちゃにちょうどいい色してる。あ、形描いてんのかな？あ、うまいうまいうまい。うまい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 。うまいぞ。目とかどうするんだろう？僕の最大のミスはパブロで来てしまったことだ。もうダメだ。ダメだ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 。あれ塗りつぶしてる？あ、これ失敗作だ。失敗作か？失敗作だ、これ多分。なんか、ぐるぐるしてるわ。あー、気に食わなかったみたい。僕、うなちゃんより下手だったよ。ひろさん、そんな落ち込まないで。俺がさ、これ目描けばいいんじゃないの？俺が目を描けば、ほら。どうこれ。な、口も描こっか。口さ、普通にこうだよね。ほら、ほら、ほら。見て見て、見て。かぼちゃっぽくない？おーおー、かぼちゃっぽい、かぼちゃっぽい。すごい、うなちゃんすごい。うまく描けましたね、ひでうさん。あーあー、ひでうさん、うわー、目がなくなっちゃった。ひでうさん、俺らが描いたやつ。やだ、危ない。ああ、ひでうさん落ち込んでる。せっかく描いた、かぼちゃ、落ち込んでる。もう、僕はいいよ。もうダメ。どうしたんだ、ひでうさん。描いたやつ消されたからって、飛び降りようとした。いや、ちょ、それ俺が描いたスライム！俺が描いたスライム消した！腹いせに俺の描いたスライム消されたんだけど。ああ！落ちてった。